どっから売ってんの <laughs> お<ー>よろしく頼むぞ。3、2、1。1> さあ、来ました、ヒロアカ。で、このメンズどうすんのこの黒切りといいさ、トゥワイスというか、トガちゃんというか。 この力で。もうどうしようもなくないか。一気に形勢傾いちゃうよね、こんなの。もうどっちか一人でもやばいのにさ、これ揃っちゃうんだもん。スピナー意地見せたよな、最後に。あー、で、ダビーね。いやけど、ダビーはなんか俺、ここに来れてよかったなって思うけどね。エンデバイルし。 もう命も燃え尽きそうな感じするじゃん。彼に関してはさ。他のみんなの勝敗はね、まあ、ここ生き延びんのかどうかわかんないけど、うわー。ダビトイ。すごいことになってる。うんね、このな元ヴィラン連合側のメンツのね、 結束というか覚悟みたいなのもまた。あーで、ね、きたんだよね。この二人が。だからやっぱ、今のトガちゃんとメンのこの二人なんじゃないうん。いやけど、どうすんのこれ。 ななこと言わないでーいやヒーロー呼びがまたねーああバタフライフェクトいやーああいやーその一人っていうのはねデク君 石柄木。まあ、いろんなところでね、考えていいと思うんだよね。今までさ、この積み重ねてきたものっていうのが、ここで結果出てくると思うんだけど、まあ、そこに向かうまでの過程っていうのはみんな歩んでるわけじゃん。いやー、クく,くん、やっぱ頑張ってほしいなビヴィラン連合もね、今いろいろ辛いことがあって、ここまでみんなでやってきたっていうところは、まあ、わからなくはないけど、うん やっぱりやり方とかね、そういうことを、正直んじゃないけど考えるとね、この形じゃっていうのがあるわけで。いや、お茶子こちゃんとかちゃんと話できるといいね。そしてここもね、いや、もう会えないのかな。こうなると、他の家族は、ビにね。いやー、で、死柄金ところもね、 デク君はタイムリミットが5分みたいな感じでなんかあった気がすんだけど、力の。もうそれ考えるとさ、もうほんと早く決着つけないとなんだよね。いや、ここで、えー、どうなんのダビは間違いなくここでちょっと退場というかリタイアかなって思うんだけど、あとオールフォーワンか。他は意外ともう一回ここ決着つかずって感じなんじゃないかな。 うわこの数の暴力やばいって、そこにこのダビのさ、厄介すぎだろ。あ、なんとかなるあ、キノコちゃん。ああ、偉いね。ああ、浮いてる。まあ、これ下降りれない。 みんなの心配。ああジブちゃんああ空中戦だ、こっちは。えこうなるとあれかダビの方に行くか、こっち。んね、お耳。いや、まあ、ほんと、ほんとね。相手考えたら。 <笑><笑>あもうちょっとうんいやーエンディバーやってるんだ地上でうん ええ。いや,ーいやーでお前いるんだよね。こいつ向かうんじゃないの がらきの方。ここの戦場にこのままいられんのもなここ劣勢すぎるだろう。うん。手に、こいつ、黒霧も空気だったのか、空ってか奪う。うん、行くよね。ああ、行かせないよね。<laughs> いや、そりゃそうだわ。<laughs> いや、けどさ、フォークス一人で相手すんの、はあ、うん。うん。ああ。いやー止められる。うん。ああ、中途半端だから。 最後のトリガーとかになるんだろうな、行けば、うん。もう逃げ場なしじゃねこんなの。まあ、そうなったか。 もうね、もう喋るたんびにあれだよ、もう虫ずが走るよ、俺方は。あほほほ、はかった、ークスさん。かっけえ。あ、来たー。えー、これ親子であれかなー。 ここで、命を落としそうじゃない。ちょっとそういうシナリオもありそうだぞ。あいやいやいや、これ、ここもね、もう勘弁してよ、男もかしこも。 来ないで <laughs> <laughs> あ。ああ、やばいと,とうとうわわ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  やばくない落ちちゃうんじゃないこれ、ここ。ああ、初つめちゃん頑張って。はあ、いやーここ初つめちゃんとあの、いやんおちゃんとかが頑張ってるけどね。ああ、もう無理だよ。 スケプティック。こいつもうざいね。ね、こいつなんとかして、腹立つんだよね。裏に隠れて三千な場所から。ああ。ああ。え <laughs>、しかも後ろに黒切り控えてる。なにこれ。<laughs> ああ。 だってこういうの知るとね、四季がね、落ちるよね、モチベが。で、デク君はもう時間が残ってないんじゃな、い、あんま。うん。あ、死柄木 いやー、そこのあれないのここでは。もう一回戦うことになって、そこであれなのかなここはあくまでも、殴り合いかビランって。うん、らきしがらきが出てきてるね。オールフォーワンやっぱ生かしちゃダメだね、なんとしても。またこいつーねー、ね 誰か来ないここにヒーロー。こいつかーみたいな。ウザうざ。わわわわ、やばい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 。ああ。もうバルスだわ。あ、ああ、ここもやばいのか。大変。 ああ、俺は俺はやばいよ。ハンド。うん。え、動けんの今。動けないのあ。ん幸いうん。あだからまだね。ちゃんとね。 完成形になれないみたいな感じなんだね。よおー苦しめーお前は苦しめばいい。こいつは完全に悪だからな。他はちょっと同情する部分あるけど。ああ、面なり。うーん。えあ、おぉなんかあラップなんとか。なんだっけあの人んとこのさ、 ラブラバじゃねあはははラブラやべさあ、まさかのね、まさかの登場だったね。<laughs> <laughs> うんいやー、ちょっと頑張れラブラバー <laughs> なんとかしてくれうん。うん。 おあ、これ、やり返してんのいいんじゃないうん。おお。あやられてるだまさに因縁の相手だよ。ああ。え、<laughs> 面白え、ね、何あははは来た <laughs> おお。なんか踊ってんね <laughs> もうこれあれなのトラウマなのかな <laughs> いいぞ、いけいけいけ。ここさえなんとかすればおえなになにああ。いや、だから直接的に誰かやっぱ止め、あジェントルじゃねジェントルいるんじゃねここに、このコンビでさ。 あ、あ、落ちる。うん。いや、けどさ、ここら辺んとかしただけでさ、システム。それってんとかなんのはすめちゃんとかやっぱ、モ者ちゃんの力も借りないと。だけど頑張ってんね。んうん。あー、いやーけどラブラブ頑張ってるよ。 きっとジェントルも応援してくれてんじゃないああいうかうーん上がれー上がれ落ちるな <laughs> もうここも <laughs> いやー、理解させてくれー。んー、もう、やっぱここではもう殴り合いで、あー、一回話すみたいな感じになるのは次の戦いかなー。あー、なんかけど今一人残してたね。あー、トライスか。あー、今初めて知った感じ。あー、この中か。 いやいや、こんなか。<laughs> うん。レーザーさすがに、ちょっと難しくないあれに。<laughs> えああえここえ <laughs> ここ、こっちなのちょっと。<laughs> 今のあれじゃないん これ、あ、ああえ、ここもなんかあるんじゃねこれ。ほら。あっ。ヒーローいるのね。素晴らしい。ああ。あーあー。よし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 。この人あれだよねそう。うん、ああ、ね、ね うん、いやーね、ちょっと <laughs>。そっちくんのね。出てくるかなと思ったけど、ラブラバが出てくれば。うーん、彼も絶対出くくんや。<laughs> すげえ戻ったの。あ刑務所でいろいろあったから、その時になんかあんのか。だかこの時に逃げずに残った。 でみたいな。で協力することをあれか。あっマスキュラー。うん。いやーけどその望むままに,にしたね結果痛い目見るんじゃないこれで。 ここまではやっぱあれだよ。行動の結果がいい形に出てくんじゃないいや、けど、こういう、あーあああうわあ。 いや、ヒーローに、ヒーローみたいな行動だね。あっ、うん。いや、やる。 ああ。これで来てまた再会ああ、いる。んで、全員あれなのジェントルが。ああ。ちょっと音社的なあれなのかな今の。何を望む ヒーローロになりたいとか言ったのかなデク君の役に立ちたいとかうん超、うん、<laughs> <違う笑>いやーこれすごくない おーわいや、超バフかか感じゃねえ。いけいけあ、あーうわ、頑張るそういうことか、ここでの。 戦いに参戦とかっていうことじゃなく。やーばー <laughs> これ、この繋がり方やばー <laughs> えー <laughs> もうこんなん泣くわ。 うーん。ああ、気づいてほしい。デク君には。あ、気づいたああ、<laughs> 気づいた。<laughs> ああ、見えた。ああ、もう。<笑><笑>ええちょっともうちょっと感動に浸りたい。あ。 やばくないかちょっと誰かなんとかできんの<あ>え <laughs> <laughs> <超>嘘だ <laughs>。<laughs> こんなに色ろ出てくんの <laughs> いや、今の弾丸をどう考えてもさ、レディーナガンだ。 えどっから売ってんの <laughs> やばーいやばすぎる、今回いや、もう鳥肌もんなんだけど。え面白すぎる いや、そしてすげえ感動する。ねえ。<laughs> いや、まさに今回の探偵にぴったりのあれだね、エピソードだな、ね、いや、あの、スケプティックだっけあいつをなんとかしてくれよって思ってたところから、こんな感動的な展開を持ってくるなんて。最高だよな、ヒロアカ。やっぱここまで物語をやってきたからこそね、まあ、できる。 演出というか、ストーリーというか。いやー、こんなピンチの中でも泣かせてくるじゃないか <laughs>。わー、やばいわー、ティッシュなよ。<laughs> 最高でしたよ。いやー、けど、これ、みんながつなげて、つながってね、今一緒に戦って、なんとか今この、 触るのはなん、ねどうにかなったけど、まだこっからだよなもう、モノマくんのあれも頼れないし。なんか、しがらきのまんまの間に、みたいな感じかなで、オールフォーワンに来られちゃまずいよね。た、予告。うん。うん。うん。ああうーん ちょっといいタイトルじゃんテク君がここまで、まあ、どういうヒーローとしての活動をねやってきたかの全てがなんか報われる時みたいな感じになるんだろうね。 ただ今一番心配なのはエンデバーかななんかちょっと覚悟を決めたような表情をしてたからお父さんの前でダビがねやっぱ亡くなっちゃってその亡くなる直前になんか感動的なねお話とかになるのかなと思ったんだけどなんか一緒に行っちゃいそうだねパパけそこになんかねこの家族がさどうにかして連絡取るとかそういうことできないかねこのまま会わずじまいでさ終わってほしくないのよ はい。というわけで、今回もめちゃくちゃ暑かったんだけど、まあ、ほんとロッキーからずっと同じ感想ばっかり言ってんだけど、皆さんの感想とかそこら辺ぜひコメントで聞かせてください。あと動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、というわけで以上動画お送りしました。バイバイ。